大都市札幌の地下を走る東方線。今日は地下鉄に乗り、札幌市東区を街歩き。札幌駅から10分、降りたのは新道東駅。ここ東区は市内で人口第2位の活気ある街。まずやってきたのは創業20年の人気ラーメン店。店内は一人でもファミリーでも入りやすい雰囲気。北海道乾杯。昼からビールいっちゃいましょう。私が頼んだのは濃厚なエビ味噌ラーメン。ビールといったら餃子も外せません。食後は地元で長年愛されるケーキ店へ。甘い香りが漂う店内でいただくのは優しい色合いの季節のスイーツ。グルメを堪能した後は空港へ向かいます。ここは札幌市東区内にある丘珠空港。函館まではわずか40分でひとっ飛び。広大の北海道、飛行機での移動はとても便利。車や列車に比べて圧倒的な速さです。翌朝は函館朝市の海鮮丼をいただきます。それでは札幌新道東駅周辺から北海道南部函館へと皆様をお連れします。皆さんこんにちは、中玲子です。今私がいるのは札幌駅の地下通路。これから東方線に乗って札幌東区へ向かいます。東方線は東区の人口増加に伴い昭和63年に開業しました。札幌の3つある地下鉄で最後にできた路線です。東区内には6つの駅があり、終点は栄町駅。今回は終着駅一つ手前、新道東駅で降りてみます。ここまでは札幌駅から5駅、乗車時間はおよそ10分。新道東駅、果たしてどんな駅なんでしょうか。エスカレーターを上がると外の光が徐々に差し込んできました。2番出口から地上へ出ると左手側にはスーパーマーケット、右手側には駅に併設した建物。これは何だろう。その正体はバス乗り場。室内の待合室は雨や雪の日でも安心ですね。新道東駅はその名の通り、目の前に走る札幌新道の東側に駅があるためです。札幌新道は西区から清田区にかかる大きなバイパス道路。東区の大動脈東15丁目屯田通りと交差する位置に駅があります。東区の人口はおよそ26万人。札幌市内で人口2番目の活気ある町です。2021年にはまさにこの辺りにヒグマが出没したことでニュースになりました。この学校のグラウンドをヒグマが歩いている様子も目撃されたそう。当時臨時休校や空港のフライト欠航も報じられました。実際に歩いてみるとヒグマが出たとは信じられないほどの住宅街。クマと人との適切な距離を改めて考えさせられます。東区に来たらやっぱりここは外せません。腹ごしらえをしていきましょう。やってきたのはラーメン専科ラピタ新道店。新道東駅から徒歩3分、駅近ですが店の前に駐車場も完備。徒歩でも車でもアクセス良好なお店です。店内は一人でもファミリーでも入りやすい雰囲気。創業20年、北海道に10店舗展開する味噌が売りのラーメン店。エビ味噌食べてみたい。チャーシューも追加できます。お、気になるポップを発見。餃子。これは無視することはできません。北海道乾杯。昼から飲むビール、どうしてこんなに美味しいんだろう。くぅ、最高。きたー、黄金色のエビ味噌ラーメン。上に乗ったピンク色のものがエビですね。餃子は程よく焦げ目がついていい色。それではいただきます。麺はスープにしっかり絡む中太縮れ麺。もっちりプリプリな食感。これは濃厚な味噌にベストマッチ。エビをスープに溶かしてみると甘みとコクが増され違った美味しさ。餃子はまさに外はパリッと中はジューシー。絶妙な焼き加減。中からじゅわっと肉汁が溢れ出します。ラーメンに餃子、ビールに合わないわけがない。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。だけど甘いものは別腹。もう一軒この並びに行ってみたいお店があるんですよね。新道沿いを駅方面に戻ること数十メートル、すぐ右手に見えてきました。町のケーキ屋、ケーキハウスアルディ。ケーキハウスアルディは1991年に札幌市東区で開業しました。店内に入るとすぐにショーケース、甘い香りが漂います。北海道産の素材をできる限り使用した美しいケーキやチョコレート、お土産にもぴったりな焼き菓子などがずらりと並びます。
奥は20席のカフェスペース、こちらで購入したケーキをいただきましょう。私が選んだのは優しい色合いのこの3点。まずは桜のケーキ。春を感じる香りが口いっぱいに広がります。こちらはミルクプリン。ミルクがしっかり感じられるシンプルな味わい。食感も滑らか。次は桜のシュークリーム。季節を反映したお菓子って見た目も可愛くてなんだか嬉しくなります。地元に愛されるケーキ屋さん、種類が豊富で何度も通いたくなります。続いてやってきたのは丘珠空港緑地。先ほどのケーキ店からおよそ3キロの場所にあります。その名の通り空港に隣接した緑地です。搭乗前に歩いてリフレッシュしましょう。コースは綺麗に整備されていて散歩にぴったりな場所。ついさっきまで住宅街に行ったとは思えないほどの開放感です。ヘリコプターだと思ったら自衛隊の演習中のようですね。周辺には駐屯地、空港、玉ねぎ畑、北海道の広大さを改めて感じます。突然鳴り響く轟音、空を見上げるとすぐ頭上に飛行機。間近で見る着陸体勢、これはすごい迫力。まもなく搭乗手続き開始の時間、空港に向かいます。丘珠空港は札幌市東区にある都市部に近い空港。アイヌ語のオッカイタムチャラパ、男が刀を落としたところに由来します。1階はチェックインカウンター。手続きを済ませたら上がりましょう。2階には売店。ここで定番のお土産が手に入るのは便利ですね。同じフロアには滑走路を眺めながら食事ができるレストランもあります。札幌木玉ねぎを使った料理が名物。お腹を空かせてまた来てみたいな。実は丘珠空港は通称で、正式名称は札幌飛行場と言います。かつてこのエリアは丘珠村、明治時代に富山県からの入植者たちが開拓し玉ねぎ栽培を始めました。昭和に入ると平坦で整備しやすい玉ねぎ畑に軍用飛行場が建設されます。それが札幌飛行場。元は軍用ですが、60年代から民間機が乗り入れを開始、現在の共用飛行場、通称丘珠空港となりました。いよいよ函館行きの飛行機に搭乗。ターミナルビルから地上を歩いてプロペラ機へ向かいます。私が乗るのは HAC 函館行き、機体はフランス ATR 社製。発車準備中の音や振動、なんだかドキドキ。小さな機内は48席、ほとんど満席でした。それでは道南エリア函館に向けて出発。飛行時間は40分。飲み物のサービスは希望者のみ。窓の外には羊蹄山、別名蝦夷富士が雲の隙間から顔を覗かせます。外の景色を眺めていたらあっという間に着陸態勢へ。目下に広がる函館市街、その奥には函館山。この独特な地形を空から見れるのは飛行機ならでは。車でも特急でも来たことがありますが、速さと疲労感の面では飛行機が圧勝。料金は時期によって変わりますが、私は税込み 15,840円でした。おはようございます。今回宿泊したホテルはかなり広くて快適。昨日はゆっくり過ごしました。末広町のヴィラコンゴルディアリゾート&スパ、のんびりお部屋で過ごしたい人にはかなりおすすめです。今回は丘珠空港から函館までのアクセスってどうなんだろう、やってみようというのが主な目的。結果は思っていた以上にアクセスが良くてかなりありでした。金額の比較は、飛行機が7800円から、特急列車9500円、高速道路6000円。時間の比較は、飛行機で40分、特急列車で3時間半、高速道路で4時間半。金額と時間の比較はざっくりこんな感じです。出発地や目的地、人数や荷物の多さによってもベストな手段は人それぞれ。初めて丘珠空港を利用しましたが、今後選択肢に入れたいです。広大な北の大地、エリアによって違った特色があるのも魅力です。しっかり入念に計画を立てて道内を旅するのもよし、たまにはフラッと違う景色を見に行ってみるのもいいですね。何か新しい発見や刺激が待っているかもしれません。次はどこに行ってみようかな。それでは最後までご視聴ありがとうございました。